港内荒尾駅は、熊本県荒尾島万田にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB28、熊本県西北端の駅。朝夕の時間帯に運行される博多、小倉方面からの快速列車の乗り入れは当駅までとなっており、熊本、八代方面から来る列車の一部は、当駅で、博多、小倉方面の快速。 普通列車に同じホームで乗り換えできる。かつては一部特急列車が停車していたが、2018年3月17日のダイヤ改正以降は当駅を経由する特急列車の設定がない。本校では、1964年に廃止した荒尾市営電気鉄道の荒尾駅についても記述する。島式ホーム2面4線と多数の留置線を有する。 地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。緑の窓口が設置されている。直営駅である。自動改札機が設置されている。緑の窓口で発見される。乗車券は、東海旅客鉄道東海道本線の荒尾駅と区別するため、切符には荒尾と印字される。また、自動券売機で発見される普通入場券も荒尾駅と記載されている。 JR 荒尾駅北東側、大牟田寄りの踏切のある道に面して、荒尾市電の荒尾駅が存在していた。市電荒尾駅は小さな木造の小屋のような駅舎があるだけで、木製の島式ホームに面一線を有する地上駅だった。国鉄荒尾駅の裏に存在したが、国鉄駅との連絡設備はなく、大牟田寄りの踏切を渡った後南下しなければ、ならなかった。 市役所や荒尾郵便局などが徒歩圏内にあり、荒尾市の中心市街地となっているが、人口減に加え、1990年代頃からグリーンランド周辺に多くの商業施設やニュータウンが建設されたこともあり、かつてのような賑わいはなくなっている。市街地は北側の福岡県大牟田市と連続しており、駅前を走る福岡県道。 熊本県道126号大牟田ムタ線や、さらに西側にある国道389号などを通じて、漁師の日常的な移動も盛んである。駅舎は、線路の西側にあり、線路の東側との行き来には、約500メートル離れた踏切を横断しなければ、ならない。この不便を解消するために、線路の東側に東口を設け、 駅の東と西の人の往来を改善する計画もあるが、財政難のため凍結されている。開業時の地名は、玉名郡に荒尾村だったが、三井三池炭港の主力港だった万田港から、採掘された石炭の取扱駅として開業したため、万田駅と命名された。その後の1942年に、荒尾町と周辺の村とが、市政施行して、荒尾市になったため、 駅名も現在の荒尾駅に改称された。荒尾は室町時代の古文書では、公書や荒尾と記されており、古くからあることは確認できているが、荒尾となった由来は、はっきりしていない。広国と筑後国の国境の南側にある荒れ地を意味する公書が点火した説や、江戸時代の荒尾手長に由来するという説、またこの地を小白一族荒尾氏が治めていたとされる説がある。 九州旅客鉄道 JB、鹿児島本線快速大牟田駅荒尾駅、区間快速、普通大牟田駅荒尾駅南荒尾駅、荒尾市交通局荒尾市営電車線荒尾駅、堺井崎駅。ありがとうございます。